はい、正解。ヒッチッチ、どうもタグワです。どうもカイトです。どうもよろしくお願いします。タグワダイリー始まるよ。ちょっと待って、やめろ。はい、というわけで今日はですね、この3人でギャルオクイズをやっていこうと思います。はい、ギャルになりたいっしょ。まあ、なりたいよね。なりたいっしょ、うん、今日はこのクイズに一番正解した人が、はい、なんと、うん、ギャルになれます。よいしょ。いやー、嬉しいね。めちゃくちゃ嬉しいもん。というわけでね、今日は何問ぐらいあるんですか。全部で11問。結構あるよ。5問で。じゃあやっていきますか。はい、やっていきますか。やっていきますか。やっていきますか。やっていくぞ。バーン。しっかりギャルになりきって答えてもらっていいですか。はい、確かに。で、はい、でもさ、問題の先が一番さ、ギャルじゃない。第一問、あげみざわ。あげみざわ。ギャル語で言うと、はい、マジテンションバカ見えるこれ。気を取り直して、はい、2問目、はい、全然あり、え、をギャル語で言うと、全然ありがギャルやん。めちゃくちゃ書くな、すぐに。はい、はい、じゃあカイト君。オールオッケーバンブーダンス。ジェネギュラバンブーダンスですよ。何あ、何それ。竹こうやってやる。古いやん。それが不正解です。あ、当てちゃっていいっすか。はい、アリよりのアリ。正解。ギャルだ。ギャルやん。素晴らしい。言われたらそうだね。ちょっと次難しいかもしれないっすね。じゃあ見て、はい、じゃあ第3問目、はい、年下の女性求める母性。何すんの、女子。年下の女性へ求める母性。もうちょっと分かるよ、動かすな。年下の女性へ求める母性。もうこれ簡単じゃない。え、これじゃない。はい、小柳さん、まぶみ。おお、え、正解。やるやろ絶対。やるの。なんでわかんの。いや、わかんない、でもそれしかないな。すごいすごいすごい。バンド以外の時はギャルやってる。第4問目、はい、了解。これ了解。はい、はい、トリース。やるる。ギャルじゃない。ギャルではあるよ。予選終わってない。ギャルとギャルって感じ。2018年版でしょ、今回一応。2018年版のギャル。全然の版ではないじゃん。はい、じゃあ、海斗くん。全米版。うん。ラジャー。それもちょっと。いや、でも俺、好きかもしれない。ギャルがラジャー言うの。すごい。確かにね。ヒント。漢字7文字。その感じ俺らも答えれる。俺はこれなんて読むのって言っちゃった。できるじゃん。漢字ならもう聞いたことない可能性あるよこれ。漢字書こう思うと漢字書かれへんな。確かに。じゃあヒント。あ、ヒントね。はい、普通に了解っていう言葉が出てきますね。やっぱそうだよね。1、2、3、4、5、6、7。あー、はい、はい、OK、今行くね、了解。OK、 OK、 露天はいいと思う。うん、はい、はい、マジ了解。あーどうすんやっけ。了解、自由民主党。あーやるぽー。正解でしょ、これが。不正解ではあるんですけど、じゃあ答え言いますね。うん、了解道中膝クリケ。うわー知らんよ。いけたー。いけないから。膝クリケ。え、もう一回やって、もう一回やって。定食やる。了解道中膝クリケ。東海道中膝クリケ。あーギャルむずっ。じゃあ第5問目いきます。はい、可能性が微量子レベルで存在する。え、これでも知ってなきゃダメだよ。俺ほんまに分かれへんのね。超むずくない。はいはい、ビレゾン。正解。すごい。略微粒子レベルで存在する。今俺何言ってんの。これはでもどっちかっていうとギャル語っていうよりはなんかネット用語が違うな。ニちゃんとか。そうそう、俺の中では。知らんすごいね。第6問目、誰かに遭遇しました。はいはい、What's up man。正解正解。What's up man。めちゃくちゃ。はい、カイト君。とつった。ああ、全然あるか。残念。でも自分が言ってるから得意。そうだね。じゃあヒント、何々しました。そこヒントじゃないな。ヒント、RPG ポケモン GO。 わかった。え、すいません、いいですか。はい、出現。惜しい。惜しい。これ略そのまま。略ですかね。略だ。略。略さず言ったら、エンカウント。え、短い。エンカ。でも俺初めて知った、普通に。じゃあ次、結構サービス問題。ありがとうございます。早書きだ。じゃあ第7問。はい、アホ消えるバカ。
アホッキーやろバカを訳すと、いやいや、まとめると締めでしょ。うざい。残念です。秋葉。あ、近い。何やねんお前。からのからのといえば、秋葉といえば国民的国、あ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 、アイドル。わかった。いやいや、あー、 AKB。 よっしゃー、正解。どんどん近づいたもん。じゃあ第8問目、ひどい。ひどいね。これじゃない、なえ。まあ近いけど、そうじゃない、正解ですね。え、ドリヒ。違う。はい、はい、HDY。 正解したからってさ、やめて、その方法使うの。なんか韓国語っぽい。うんこ。いや、いいかだよ。俺らで言うと伸ばさないで、お前本当何々だなって。やめなさい。結構厳しいアプローチかけてきた時に、お前本当鬼だ。え、おお、え、え、鬼じゃん。鬼でしょ、鬼ヶ島。それは多分ぽいぽい、ギャルゴンぽい。ねえ、ね、鬼ヶ島。はい、はい、オーガ。ニュアンス近いですよね。オーガ、うん、半間裕次郎。ほぼ鬼ね、ほぼ。これもう収集つけれないですよ、どうすればいいですか。いや、でもなんかバカでよかった。ワンマスターあるね。ああ、鬼。正解。違う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 、伸びてない、伸びてない、伸びてない。鬼鬼あ、そうそうそう、お前鬼って言うんだ今。鬼。いやいや、鬼じゃ伝わらんくない。いや、でもそれがギャル語よ。あ、そっか。じゃあ続きまして、はい、第9問目、はい、これ聞いたことあるな。風呂入るから離脱する。はい、よかった。え、はいはい、フロリダ。正解。何やそれ。なんかリスナーさん同士の使ってる。フロリダ、すごい。フロリダ、これちょっと有名だね。でもこれもネット用語な気がするけどね。大体ネット用語じゃない、ギャル。ギャル語、まあ、ギャルはネットにいるんじゃない。じゃあギリなんか JK 用語もなんか入ってるね。 JK 用語としても。じゃあ続きまして第10問目、はい、救いようのないブス。ええー、何々ブス。さっきと一緒でさ、鬼ブス。あー、あー、でも、言うでしょ。ニュアンスはすごい近いですね。なんかブスの例え。例え、例え、漢字2文字がつく。漢字2文字ブス。何々ブス。ブサイクの代表といえば、いい。はい、はい、トップブス。あー、あー、トップブスね。そう、トップでトップって言うの。トップブス。そういうことでしょ。トップブスだけどね。トップブスだね。最大のヒント、魚類。魚くん。人類が。わかった、養殖ブス。おお、そっちか。まあ、されてる。はい、マンボウブス。残念。違う。漢字は、かける漢字。はあ、わかった。はい、はい、当てます。はい、あー、分かった。俺もデメブス。惜しい。分かりました。惜しい。はい、あー、はい、あー、金魚ブス。はい、正解。マジでそんなんに言われてんぞ。どうしようと考えるね。金魚すくいとかのあれじゃないですかね。あー、すくえない。あー、そっちだよ多分。そっち、なるほどね。あー、あ、夏祭りとか行っても金魚なかなか金魚すくえない。そこにすくいようのないブスって、すくえないという表現だ。じゃあ友達がいないんで、ブスすぎて。はい、ラスト、はい、超難しい問題を用意してもらいました、はい、これを正解したらギャルになれます。あ、じゃあ俺の関係ないんだ。これ取ればいいんだ。この問題に関してはギャル語を言うので、その意味を答えてください。あ、あ、マジで。はい、エキストラ問題。はい、ゾノル。どういう時に使いますか、それは。バイブス上げてこに近いです。多分だけど、じゃあ今日のライブゾノってこみたいな。テンション上げてこ。もうフリップなしパターンでいくの。いや、もうかまそうでしょ。人の名前が入ってます。そうだね。ああ。何々さんのようにテンション上げてくる。あ、はい、はい、修造さんのように上げてこ。ああ。近い。行ったと思ったよ。俺も行ったと思った。近い近い。じゃあなんでゾノルなのっていう。ゾとノだよね。うん。ああ。人物を変えればもうほぼ正解。そう。で、多分おそらくですけど、以前やらかしてますね、この人は。やらかしてない。はいはい、前園のように酒に溺れず頑張ろう。正解。よいしょ。
次回の動画は俺作成ギャロクイズやる。やろうやろうやろう。考えとくわ。どっから発信しても。もうドライヤー始めたらやめます。